吉田正尚打率。474、本塁打に、28打席、7四球、0三振、これ。派手にやばいだろ。レフトベストナインあるやろアロザレーナ、どうなんや。アロザレーナは、450、1HR、OPS1.507 やな、決勝の吉田次第かな。吉田が決勝5タコで日本負けたら、微妙だけど、1回でも出塁すれば、当確そうやな。打点も稼いどるから、ほんまに5タコとかやらなきゃいけそうや。ゼロ三振がやばい、WBC の HR、K ランキング気になるわ。ほんとに三振しないんだな、やべえわ。実質的に1試合目だから、そこまでやばくない、アマチュアレベルとやっていた試合は除くべき。アマチュア相手に三振しまくっていた人はどうするんですか？なんでこの前のオープン戦で2打席連続三振してたんやろか。日本が負ける時は吉田が三振した時やと思ったわ。強化版近藤やからな、今度でも代表クラスなのに。今度ももっとやると思っていたけど、今日追い込まれて、際どいボールを見逃していたのを見て、素人だなと思った。確実なボール以外、見逃してはいけない状況だったのに。村上宗隆、198、0HR、28打席、7四球、12三振、派手にやばいよな。今日のサヨナラとかも、本来なら入るはずやからな、あんなの。普通にスイングが良くないんやと思う。吉田とか近藤見てスカウト陣には三振の少なさも評価して選んでほしいと思うわ。普段の近藤は三振少ないけど WBC 近藤23打数9三振と実は三振しまくりだぞ。うまくやればイチロー超えられるやろこいつ。打撃なら余裕やろ、イチローと違って選べるし OPS 9くらい狙える。メジャーに行くのってオリックスにはメリットあるんか？100億のうち60億くらいはもらえるとか？